月が見つかる OTB。 具志堅さん、おはようございます。具志堅さん、始まりました。始まりましたね。最高の天気だな、今日も。よかったですね。ちょっと心配でしたが、具志堅さん来たら晴れるということで、今回は、沖縄の県内のバスを利用しようということで、懐かしいな。具志堅さん、沖縄のバス、乗ってみたいと思います。乗りたいですね。乗りたいですか？久しぶりにね。ね、ちょっと。乗りたいわ。運転もしたいですか？したい。運転、一回だけやってみたい。できるかな、もしかしたら多分できるかできないか分かんないんですが、今日は、助っ人としてある方をお呼びしております。どなた？ちょっと、お呼びしてもよろしいですか？いる。はいはいはい。お願いします。終わったバス党党首朝という子でございます。はい、幹事長の朝と番でございますよ。はい、よろしくお願いいたします。もう音声さんがリハーサルと本番ね、音が違うから焦ってたから、ね、もう具志堅さん、おはようございます、大きい声出したからね、後ろでこんなになってます ね。今日は大変難しいと思うよ。いろいろテンション上がりますから、あのバスは好きということで、お二人が、今日はね、終わった頃にはもしかしたらお二人、そして見てる方も、バス党の一員になってるかもしれませんよ。間違いありませんね。寝るな、すぐ乗るかもしれん。じゃあ早速、バスに案内したいと思いますので、いいですか？はい、じゃあまずあちらの方に、違います、こっちです、こっちから、こっちから、免許取るぞ、こっちから。具志堅さん、今回はバスに乗ろう。ワッターバス党の結成から12年、バスが変わる、バスで変わるの合言葉のもと、沖縄の路線バスは進化を遂げてきました。今回は具志堅さんがバスの歴史を学び、スムーズな支払いの進化を体験、そして県民の皆さんの足として深く浸透するよう進化したバスもご紹介。今日からあなたもワッターバスと。具志堅さん、今回はバスに乗ろう。まずは沖縄のバスの歴史を知ろうということで、やってきたのは沖縄バス富城営業所。ここに懐かしいバスがあるそうなんだけど、ということで、まあやりたかったですけど、今揺れたんだよ、揺れたんだよ、誰から。私、揺れる揺れる、おばが動く。具志堅さん、後ろ見てください。こちらです。こちら懐かしいんじゃないですか。はい、このバスですね、私が最初に乗ったバスなんですよ。最初に乗ったバス。はい。昭和47年ぐらいじゃない？はい。実はですね、これ730バスといってですね、学生時代に乗られた来るバス、これがこの当時のバスだと思いますよ。すごい。もう50歳になりますから。はい。乗ってました。乗ってた。どっから乗ってたんですか、これバスは。一番最初はあそこですよ、柿の花の。那覇の、柿の花から山下町ね、今のね、それからずっと、だから波の上、那覇中学校を回って泊まり回って朝戸の方に行って、そっからみんな降りるのよ、そこで朝戸で、降りて江南高校へ歩いていくの。どういう道はまだできてない。330バイパス、バイパスがまだまだちゃんとできてなかった。そうなんです。みんな歩いて、大抵向こうで降りる、朝戸で。朝戸から江南高校までじゃみんな歩いて、歩いて。沖縄が本土に復帰してから6年後の1978年7月30日、車の交通方式が右側通行から左側通行に変わりました。7月30日に実施されたことから、この日を730と呼んでいます。この730バスは当時から走っていたバスで、昭和、平成、令和と時代の移り変わりを見てきた貴重な車両。今でも時々走っているんだって。はい、じゃあ具志堅さん、はい、じゃあこちらちょっとまずこれ、はい、はい、はい、どうぞどうぞ。うわ、俺これだから、
気をつけてください。具志堅さん大丈夫？気をつけて具志堅さん。いやこれ懐かしいんじゃないですか。ちょっとと、はい、匂いも。ね、匂いが、ね、ずっと同じ匂いじゃない、はい、何の匂いですか。私ですね。だから違う時代の匂い、ね、絶対違う、はい、長年のね、培った匂い。ちょっと座ってみる。そうそう、だからよ、どこら辺に座ってる。あのですね、うん、はい、皆さんバスに乗りますね、うん、はい、どちらが一番いいんですか。前ですか、後ろですか、真ん中ですか。これね、みんなあの好き好みなんですよ、うん、早く降りたい人は前に、前ですね、でゆったり座りたい人は後ろに。長い時間座るんであればね、具志堅さん、まず座ってみます。一回、どんな懐かしい、懐かしい、うん、あ、ちょっと今のバスよりかは狭いかもしれないですね。どうです、うん、もう今なんか思い出してる、思い出してる、学生の頃、学生時代ね、思い出してるね。誰々ちゃんのこと思い出してるんですか。いやもう誰々どころじゃないですよ、うん、沖縄本島は初めてだから、はい、ああそうか、だからもうこう景色を見てるわけですよ、ね、石垣島から出てきて、うん、次のバス停はどこなのかなとかさ、はい、緊張しながら、そう、乗り遅れたら大変かな、怖いから、はい、ずーっとこうして見てた ね、 ね、そう、はい、バスの中はいつもいっぱいしてたんですか。いっぱい、みんなこの同じ学生の方が、もう7時8時はもう大変でしたね、この1時間の間、ね、はい、通学の時間、学校のだから殺到しますから。まだ自動車が少ない時代、バスは庶民の大切な移動手段。具志堅さんも満員バスで通学していたんですね。さあバスの中にやってきましたが、いろいろ沖縄のバスの歴史について教わりたいんですが、はいはい、ということで皆さんには見えてますかね、もう座ってる方がいるんですけど、私たちはね、乗る方だからね、快適に、はい、今日は沖縄バスから西里さんにちょっといろいろと詳しいことを聞いてみたい、ゆうちゃん聞いてみてもいいよ。いいですか、西田さん、よろしくお願いいたします。そもそも沖縄のこのバスっていつから運行してたんですか。はい、沖縄のバスはですね、1917年の9月に、那覇から名護間というのが運行開始、これがスタートになります。那覇から名護、はい、はい、遠いね、距離があり、そうですね、で当時のバスはアメリカから持ってきた車だったということです。はい、そうなんですか。そうですね、だからそのまま左だ、はい、あ、そうです、そうです、そうです、はい、道路もあれだもん。そうですよね、そうですね、はい、で、沖縄線で沖縄のバスの企業というのが全て消滅をしたと。あ、なくなった。そうですね、でその後1947年に、はい、米軍政府の公営バスの運行が開始されております。公営のバス、はい、公営のバスですね、はいはいはい、で当時の車両っていうのが軍の払い下げのトラック、トラック、はい、うん、これが利用されていたと。トラックのじゃ2台に乗ってた。そうです、2台にですね、ホロをかけて、はい、バスとして使ってた。あ、そうなの。そうです、当時私も知らないんですけど、だから乗ってたんかなと思って。だから具志堅さんは乗ってたかもしれない。いやいや、あの5セントぐらい。当時の写真が残ってるんですね。あ、はい、残ってて、残ってます。沖縄県のバスは1917年に那覇名護間で運行を開始。沖縄線でバス会社は全てなくなってしまったんだけど、1947年に公営バスが復活。1950年には民営化され、一時は14のバス会社があったんだって。それから現在まで車を使えない人たちの足を支えてきました。やっぱりさっき思ったのが、うん、このバスってやっぱ維持費大変なのかなって思って、少ない、ね、ずっと古いのをね置いとくわけだから、うん、いかがでしょうか。聞いた話ですけど、はい、沖縄バスで一番お金のかかってるバスだと聞いてますね。現状維持するでもそれやるには理由があるんですよね、はい、そうですね、うん、もうこのタイプをまず残していこうと、うん、はい、でこのタイプのバスって県内に2台しかなくてですね、うん、まあ、他社で1台でうちで1台なんですけど、はい、できるだけこの歴史あるバスを残していきましょうということで、残してるんですが、さすがに部品がなくてですね。そっか、もう売ってないし。そうなんですよ、維持費はかかるけどそれでも残したい730バス。期間を決めて運行しているそうなので、機会があったら乗ってみてね。 CM の後は最新のバスをご紹介。具志堅さん、
今回はバスに乗ろう。続いては最新のバスをご紹介。さあ続いて案内していただく遠目さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。牛久さんも後ろ見たら今現在使われている新しいバス、最新バスです。最新バスですよね、はい、なんかやっぱ違う ね、 ね、違いますね。遠目さん今から何か行われたりするんですか。そうですね、バスを運行する前にまず点検の方を。点検、はい、毎日です。はい、ちょっとその点検をさせていただいてもいいですか。はいね、お願いします。じゃあちょっとタイヤの方から叩いて後ろの方に。タイヤ、ハマ、ハマ持ってるんで。ハマの点検、ハマ、ハマよ、はい、ハマよ、ハマよ、ハマよ。タイヤの空気が漏れがないかとか、空気圧の叩きながらこのハンマーで点検してます。これ硬さを見てるんですね。硬、はい、さとやっぱり叩いて音が違ったりする時があるんで、牛久さんサンドバッグではない。絶対違う、容器種が硬い、硬いそんな問題で次ネジのボルトですね。ボルトの一つ一つ緩みがないか、ないか。安心安全なバスの運行に向けて毎日の車両点検は欠かせません。タイヤの点検はもちろん、エンジンも点検するんだって。まずベルト類、はい、ベルトとかが切れてないか、また緩みがないかですね。そういうのをチェックしてます。あとはこういうホース類、切れがないかとか、また外れてないかとか、漏れがないかとかですね、確認してます。この他にも乗務員の健康状態やアルコールチェック、そして定期的な安全講習も。そして最新バスは乗り降りもスムーズ。これができる。車高下げてですね。下がってる。そうそうそう、肩向けてかっこいいでしょ。下にかっこいい。下ろせるんですね。でこれは手動なんですけども、これは手動で、あ、車椅子とかベビーカーご利用されるお客様が、まあ、乗降しやすいように運転手の方が降りてきて、それをちゃんとフォローしてっていうところ。バスでこれの初めて見ました。私も初めて見た。初めて見ました。でこのまま車椅子が、これは素晴らしいことだ、はい、これをわざ運転手さんが降りてくるの。そうです、来て、はい、だから乗ってる方はちょっと待つ心で ね、 ちょっと、はい、はい、待たせてやりますけど、その気持ちは分かります、はい。これは俺知らなかった。 で、 今このゆっくりシューって下がったじゃない、はい、うん、これも乗りやすいように、うん、私たちみたいにお年寄りとかも乗りやすいように低くなるためにこうやって動いたりする、うん、高さだよね、うん、高さが、はいはい、お年寄りや障害のある方、そして小さな子供にも優しいノンステップバス。車椅子で乗ることもできるので行動範囲が広がったと感謝の言葉も届いたそうです。それでは具志堅さん、最新バスに乗ってみましょう。はい、具志堅さん、はい、これから実際にですね、うん、最新型のバスに乗っていただくんですけれども、はい、今日はですね、うん、せっかくだから、そう、スマートに乗っていただきたいなと思いまして、うん、私は大きいんですけどスマートに乗っていただきたいんです、はい、スマートに、はい、幹事長、あれ出して、はい、こちらでございます。大きか、うん、あ、これも初めて見たな、はい、そうなの。今回はですね、せっかくですから具志堅さんにこれ使ってもらおうかなと、うん、はい、スマートに乗れますよ、はい、うん、現金を準備しないでも乗れます。そうなんですよ、です、はい、ね、じゃあまずは、はい、行きましょうか。じゃあ幹事長、はい、教えて。まずはですね、はい、まずはこの IC って書いてあります。 IC、 はい、乗るときにこれにかざします。これ、はい、あれピーって出ました。これ残金が出ます、はい、430円、はい、430円分は乗れるということです、はい、足りなかったらまたチャージ。これ乗る、はい、じゃあどうぞ乗ってください。はい、到着しましたのでかざします。はい、支払いできました。 OK です。ありがとうございました、はい、またのご利用をお待ちしております。これでいいんだね、はい。皆さんはバスの中で100円玉や10円玉をかき集めた経験ありませんか。オキカを使えば支払いがとってもスムーズ。県内4つのバス会社で使えるので持っていると便利ですよ。それでは出発。いやー、いいね。どうですか、快適ですね、うん、やっぱ昔のバスと今のバスの乗り心地もちょっと変わってるんですよね、やっぱり、うん、綺麗ね、はい、やっぱり色、はい、シートもそうだけど、広さがね、さっきとは違って広く感じる、ね、広くです、可能性も高い、うん、いい、うん、当初、はいはい、今いろいろ見てきましたが、うん、他にもなんかグレードアップしてるところあるんですか。 あるよ、うん、バスだけではなくてね、はい、外に目を向けると、はい、バス停
バス停がとっても綺麗になったと思わない？あのよく言われたのがね、うん、もうバスの表示が見えにくいとか、うん、座るところがないとか、日差しが暑くて大変とかね、いろんなあの要望があって、はい、それで綺麗にしたのよ、はい、もう一つの進化が安心してバスを待てる環境づくり。強い日差しや雨を避けられるグレードアップバス停の設置や、分かりやすくなった路線案内図など、初めて利用する方でも安心してバスを待つことができます。そしてダイエットにもいいんですよ。あのね、実はバスに乗るっていうことは、はい、バス停まで家から歩かないといけないでしょ、はい、でそのバス停まで近いとあんまり運動にならんけど、うん、じゃあ一つ飛ばしてその次のバス停とか、そういうことやるとすごくね、体にも良くてダイエット効果もあるっていう。そう、おばあ30キロぐらいしたよ一時期より。バス停からまた目的地とかね。そう、あの、普段運動ね、激しい運動できない方々はやっぱり、特に沖縄の人はね、そうそうそう、車じゃない。でホームページの方では、ワタバスとホームページの方では、うん、はい、車、これバスの中に行ってできるあのエクササイズもいくつか挙げてます、ね、うん、そういったものもあるんですね。はい、ぜひご覧いただきたい。あの座ってるように見えるけど、今おじいとおばあはこれ空気エアーだからね、空気吸ってる。そう、上手ですね。座ってるように見えてるけど、うん、本当は座ってないないってね、プルプルしてるけど、ちょっとね、膝に水が溜まりそうなんですね。そこ気をつけないとですよ ね。車社会の沖縄、その中で交通渋滞や運動不足など様々な問題が生まれています。積極的な路線バス活用にその解決法を見出して生まれたのがワッターバス島。ワッターバス島では7つのマニフェストを立て、もっと利用しやすいバスを目指しているんだって。ここまで進化したバスなら乗ってみたいですよね。快適なバスの旅を楽しんだ具志堅さんたち、ここでワッターバス島幹事長からお得なお知らせが。よいしょと、ということで、はい、ここでテレビをご覧の県民の皆様に太っ腹なキャンペーンのお知らせがございますよ。ちょっと待った、はいはいはい、あれあれあれ、なんとそのキャンペーンのイメージガールを私ゆりぼぶが務めさせていただいたんです。聞いてないですよ。なんで、いや私と思ってたのに聞いてない。すいません、今年ポスターあった。 あったの。あったけど顔が違う。顔が違う、ゆりだし。顔が違うって私なんか違うとさっきからちゃんとあった。あ、はい、じゃあお願いします。私のキャンペーンがあるとして、はい、そのキャンペーンの内容なんですが、はい、9月29日まで毎週水曜日と日曜日が、まあ、一部路線を除く、はい、バスの運賃がですね、終日無料なんですよ。乗り放題でございます。やばいよ、はい、無料です。だから名護まで行っても、うん、何回乗っても。そうです。あ、これ乗る人いるな。はい、もうたくさん殺到すると思います、はい、これ何申し込み、それとももう順番、はい、まで乗れます。もうそのまで、その場で、その場で乗れます。ただ一部なんでね、はい、あの料金が発生するバスもあります。路線もね、ご活用いただきたいと思います。行くなみんな、じゃあ、はい、ぜひぜひ乗れるな、うん、はい、ぜひね、皆さんもこちら乗っていただいて、はい、また普段からも、うん、バスの方ご利用の方ね、お願いしたいと思いますよ。お願いします。さあ、ということで皆さん、はい、バス島になっていただけましたでしょうか。はい、はい、なっていただきました。なる、すごいよ。バスよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、みんなバス利用してね。バス。次回の具志堅さんは沖縄のダム、倉敷ダム編。今年の梅雨前は久しぶりに水不足が心配されましたね。そこで大切になってくるのが水を貯めておくダム。具志堅さんが倉敷ダムにお邪魔してダムの役割を学びます。